まず、弱。まあ、そこまでめっちゃ強いわけではないが、発生も速くはないが、この弱から、投げが、繋がっております。これだけ正直。うん。弱から投げ繋がるんで、ゼロパートの時とかに当てると、強い。非常に。横強。強い。裏剣。亀裏剣。持続脅威の5フレーム。これですよね。これ。これが強い。これぐらいあればね、もう余裕で。駆け足しちゃったら死にます。吹っ飛ばしも悪くないし、上シフト、下シフトで効くんで、まあ、2フレも狙えると。上強。これもまあ激痛いいかな。でかいよね、まず。まずでかいし、飛びすぎ。ほかほかなしで、このパーセントですからね。これはね、強いわ。ここにも小ジャンプの相手に当たる技って結構多いと思うんだけど、大ジャンプしてても余裕で当たる。大ジャンプしたから何みたいな感じで当たる。まあ別にコンボに行けたりするわけでもないし、発生がめちゃくちゃ早いわけでもないんで、まあ、犠牲するときぐらいですかね、使うのは。下行。これね、一番使わないんだけど、まあ、パーセントは高いんですよ。かなり。パーセントは高いが、別にコンボに行けるわけでもないし、一応ね、こういうコンボがあるっちゃあるんですけど、でも投げでいいんだよね、序盤はね、正直。DA 説明しますか。この DA は、まあ、めちゃめちゃ強いというわけではないが、まあ、素晴らしい DA ではある。この技ね、結構伸びるんですよ。まあ、最速で DA 打つと、こんぐらい、こんなもんなんですけど、まあ、もともとね、足が速いんで、まあ、こんぐらいの距離から、こうやって打っても、届くんで、ね。まあ、この距離で、もうガードをね、張るっていう選択肢を、まあ、取らざるを得ない。っていう話ですね。この技があるっていう、その存在意義のみが、のみでもう強い。この技自体が強いというよりは、この横の差し合いにおいて、クッパが走ってきて一番見えない技が DA なのが強いんですよ。もう。それ、その時点で。後突き。まあ、後突きは長い。後突きは長いし、試合中そんな振る技ではないけど、まあ、これ存在するだけでも強い。横スマ。50度があればもう余裕で。余裕のよっちゃんで消し飛びなんで。な、吹っ飛ばしがね、マジ圧倒的高さ。まあ、さすがに、こんだけ吹っ飛ばし強かったら、まあ、たまには打ってもいいかもねぐらいは、ある。上スマ。これはね、強い。このジャンプ真上の相手に、まあ、本当てすると、まあ、26って入ってるように、まあ、本当てのね、概念があるんで、まあ、これ、ここの部分当たるとめちゃくちゃ飛ぶんだけど、まあ、わかります？光ってるの。ここ負けないんですよ。まあ、いわゆる判定が。暴れで絶対、暴れに、まあ、絶対負けないんですよ、この技。ほかほかなしで、この吹っ飛ばしなんで、えぐい。吹っ飛ばしがえぐい、まず。この技なぜか、この終わった時のね、このドシンっていう判定が付与されておりまして、これですね。この地面に降りた時のこの、これ。これにも判定があるんですよ。なので、目の前でガードした時とかに、なんかこれを警戒しなきゃいけなかったりとか、まあ、これをそのすかしたところで、もうドシン部分を警戒しなきゃいけないっていう。これなぜか確定するんですよね。しかも、見て、これ。ムカつくと思わないこのコンボ。まあ、とはいえね、スキーは、まあ、大きいっちゃ大きいんで、まあ、そんな連発してできる技ではないが、まあ、やっぱり着地狩りにおいてはかなり強いかな。次、下スマ。これはね、まあ、技自体は強いですね。飛ぶんで。かなり飛ぶんで、まあ、相手の後スキー狩りぐらいかな。後スキーがね、やばいんですよ。これガードを押しっぱにして、これなんですよ。クッパ側の後スキーが尋常じゃなくて、まあ、リターンは高い。クーエヌ。これね。このダメージの入り方。やばい。しかもコンボに行けます。序盤投げコンに使います。まあ、車とかね。勉強とか、何でもできます。これがまあ、だいたい70ぐらいまで余裕で下がります。当たると、車とかね。つながったりとかして、犠牲まで至るという感じですね。
ただ多段技なんでジャスガはねあんまできないね。引く上、まあ、発生は早いよね。全然見てから避けらんないから、この空上は。で、まあ、吹っ飛ばしも、まあ、めちゃめちゃ高いわけじゃないけど、まあ、高いよね。これあったらもう余裕で撃出するんで、まあ、この技は着地狩り以外では使いませんかね、おそらく。空前、そうビッグ、そうビッグな技。空前、まあ、爪なんですけど、まあ、発生がね、そもそもそこそこ早くて使いやすい。でかいし、クッパの真上にいるじゃん。クッパの真上にいるやつに当たるんですよ、空前が。これです。下の相手にも当たると。これです。やばないこれ。でしかもこれ本当て、あの一律なんですよ、これダメージが。これ 15.6 って書いてあるじゃないですか。多分爪の部分であれば、この根元じゃなければ基本的に 15.6 なんですよ。この木とかで、まあ、こうやって帰ってくる相手に、こうやってやると、相手が下から帰ってても、結構当たるみたいな。まだ序盤かな。序盤 0% の時とかに、まあ、空前当てるとね、投げとか、繋がりますね。まあ、いい技だね。この空前は強い。さすがに。クッパの生命線ではある。空後。これも強い。吹っ飛ばしたね。本当に、一重に。まあ、これですよ。いくらなんでも飛びすぎ。19.3% もやばい。これ小ジャンプで 19.3% なんで、これ大ジャンプだと 22% とか入るわけなんですよ。パーセントがまずやばい。パーセントがまずやばい上に、吹っ飛ばしもやばいという。さっき見てたね、この空エネから空後だったりとか。いや、コンボでも強いし、まあ、普通にもう足早いんで、鉢も早いんで、もういきなりこうやってダッシュして、もうこうやって打っても、普通に強い。空下。まあ、これは暴れですね、基本的には。まあ、発生も速くないですし、まあ、暴れに使いますかね。着地、自分が着地するときの暴れに使って、まあ、隙はね、大きいけど当たれば復帰できます。あと、出だしがメテオなんで、これね、2フレに当てると、2フレっていうか、まあ、2回目の駆けつかまに当てることが多いかな、近くから。出だしメテオだけど、まあ、これ外で使ったらね、まあ、当然こうなるんで、まあ、基礎として使う技ではないです。まあ、一応補足としては、着地隙やばいんだけど、もっと上空で空車打ち切ってしまった場合、着地隙がね、全く発生しない。モーションが終わる。クッパ重いキャラなんで結構耐えること多いんで、もうこれ上空にこうやって押された時に、空車をこの辺で打っておくと、まあ、オードキャンセルがね、あって、着地にちょっと強い。まあ、あとは着地際にね、さっきも見せて、知ってると思うけど、もうみんな、着地際にこの、グサっていう謎の判定がついてるんで、まあ、この、まあ、クッパ対戦する際は、この、周りの、2% のやつには注意って感じですね。NB、解放者。この技の強いところは、まあ、ガードされても、実質有利。ガードされても相手のガードがゴリゴリ削れていって、まあ、最終的にヒットすることが多いんで、上入力と下入力をすることでね、まあ、角度を調整できるんで、相手が上にずらして座ったら、まあ、上にやったりとか、すると抜けづらくなったりとか、まあ、逆によくあるパターンだと、相手のね、崖の下に、したい時は下シフトをすることでこの崖に当てたりとかね。まあ、ただこの技、まあ、発生がね早いわけではない上に、あと隙もね一度避けられてしまうと膨大なので、まあ、雑に出して強いかと言われたらそうではないが、まあ、当たるともう大変なことになるんで、まあ、崖と、まあ、いきなりこうやってガードに対して打つ分には、まあ、結構な圧がある。まあ、当たるとも本当にやばいからね。まあ、このゲーム補足として、あの崖の無敵時間、崖のを掴んだ時の無敵時間、この白くなってる時ですね。この無敵時間って、まあ、2つの条件があって、自分のパーセントが高ければ高いほど無敵時間が減るというシステムになってるんですね、この白くなってる時。まあ、今 0% だからこうやってめっちゃ無敵時間長いけど、まあ、150とかになるともうすぐ無敵なくなっちゃうだけど、このゲームもう一つ機能があって、ここで飛ばされるじゃないですか。飛ばされた時に、一回空中浮くじゃないですか、こうやって。空中浮いてから、この崖を掴むまでの長さによって、無敵時間の長さが変わります。100% で崖を掴むと、まあ、こんぐらい。まあ、ちょっと光ったけど、まあ、すぐ切れちゃうぐらい。だけど、例えばこれジャンプして、こうやって、時間かけてこうやってやるぐらいやると、まあ、結構長くなるんですよ。まあ、もう即崖奪いとかでやると分かりやすいんですけど、崖奪いすると、これ一瞬ちょっと光って無敵切れちゃうみたいな。けどゆっくりこうやっていくと
武器も長い。これをなぜこの話を今ここでしたかというと、この火炎放射が関わってくるんですが、この二つ目の条件には、まあ例外があって、途中でダメージをもらった際には、その時間がリセットされます。この、まあ空中にどんだけ長く滞在してようが、途中でダメージをもらって、一度うってなった場合は、そこまでの時間がリセットされます。なので、わざわざ時間をかけて復帰してきたとしても、この復帰するとき、この崖まで来たときに、この火炎放射を食らってから、再度復帰した場合は、この火炎放射を食らってから崖を掴むまでの時間になっちゃうんで、崖掴まりの無敵がね、マジで短くなります。つまり、ブレスを当てた後、当てるのって、まあ、パーセントを稼ぐのにも使えるんで、ここ強いんですけど、ブレス食らってすぐ崖を掴んだ相手の無敵時間っていうのは一瞬でなくなるんで、この崖狩りにおいての読み合いがめちゃくちゃ強くなるんだよね。まあ、クッパブレス、まあ、崖で使うことの利点、まあ、ダメージ稼ぎと、もう一つ速攻が強いです。ウェビー。まあ、復帰だね、これは。復帰に使うかな。うん。まあ、連打すると、上昇量が上がります。まあ、連打しないと、本当に全然上がんなくて、まあ、こんぐらい。今の距離で全然届かなくなるぐらい。だって。なんだけど、連打すれば、今の距離からでも、こうやって帰ってこれる。連打すると、結構、まあ、横から見た方が分かりやすいかな。連打しないと、こんな感じ。連打すると、こんな感じ。連打すると結構変わる。ので、まあ、基本的に復帰では連打した方がいいです。が、まあ、横からね、復帰するときは、あえて連打しないっていう選択肢だって、ちょっと連打するっていう選択肢も織り交ぜると、まあ、強いかなっていう感じですね。復帰で使っても、復帰使うときもね、そんな弱い技じゃないんですが、まあ、皆さんご存知これですよね。もう重量級の中で、まあ、ドンキーとかリドリーを差し置いて、このクッパが重量級界の王と言われているゆえんと言っても過言ではない技。ピーニングシェル。ガーキャンウィビーですね。これが強いんですね。マジで。うん。まあ、おそらく、リドリーのウェビーがこれになっても、ドンキーのウェビーがこれになっても、まあ、重量級の最強はそいつだったでしょう。うん。正直、クッパが重量級最強と言われている理由はこの技にあります。ドンキーとクッパのウェビー交換したら、普通にドンキーが余裕で最強になりますね。重量級の中では。重量級はね、原則攻めたら強いが、守るのは弱いというシステム。まあそういう設計、体がでかいんでね、なっておりますが、このキャラのみ、この地上においての防御能力、高すぎる、あまりにも。まあ、この技、まあ細かく説明すると、まあ、見たらわかるけど、まずパーセントがね、高い。普通に。15。痛い。上に、表記確認がいりません。まず後ろにも当たるんで。これは撃った後、スティック操作で移動できるんですけど、めくられても、撃った後に、ちょっと後ろに下がったりとか、まあ、なんなら、後ろでも普通にこうやって当たるんで、めくりに対しても対応です。めくりに対しても対応できて、パーセントも高くて、で、なんならこれ、150とか溜まってると、まあ、全然撃墜も視野、ぐらい。です。で、かつこの技、発生が6フレームですね。なんと、脅威の。6です。めくり対応。で、撃った後移動可能。パーセント15。で、発生6です。6っていう数字は、まあ、他のガーキャンウェビーと比べると、例えば、まあ、マルスルキナのあのウェビーが5。で、リンクのあの回転切り、あれが7ですね。なので、まあ、マルスルキナが5。まあ、リンクが回転切りが7なので、まあ、リンクより早い。で、しかもこの技、これだけに、とどまらず、この技ね、この甲羅の部分の判定がかなり上にでかいので、この着地狩りでも使えるんですよ。相手が着地してくるって時に、これ打つと、上の判定に結構勝つ上に、警告回避とか許さないんですよ。持続だから、ないから。着地狩りでも使う時あるぐらい。もう何でも使う。めちゃくちゃ強い。最強です、これは、さすがに。横 B。これも最強。これもクッパを支えてる。最強の技。いくら何でも最強。まあ、投げっす。投げ。コマンド投げ。なんで、当然ガードができません。悩んでガードができないんですが、発生が6です。これも。なんと、6フレ大好き。
これも6。まあ、やっぱりね、この投げの弱点、投げの唯一の弱点なんですけど、投げはやっぱ空中ではね、使えないっていう、まあ、弱点があるんですよ。コマンド上げ空中でもちろん出せるんで、こういう風に使われて、まあ、余裕で無意味というわけですね。この技の、まあ、最も強いところはこれです。発生が早いところもそうなんですけど、やっぱ空中で投げを使えるキャラは、それだけで、もうこの基本の読み合い、ロジックをぶっ壊してくるんで、もうこれだけで強いんですよ。まあ、このさっき説明した空エネとかね、空前とかって言って強力な空中技もあるんで、普段こうやってね、暴れ回っといて、いきなりこれですよ。もうこれがこれとさっきのスピニングしてる上 B ができるだけで、もうビップいけます。はい、正直言って。これだけ練習してください。リーチも長い。まず。そこそこ。前ジャンプして、前ジャンプ横 B っていう入力をすると、この感性がついたまま行くんですよ。例えば、こういう距離で、いるじゃないですか。これですよ。お、届かない。あ、リーチ見に行こうかな、みたいな。思ったら、これですよ。すまないじゃねえよ。ガーキャンでも強いんですよ。めっちゃ身長低いピカチュウとかは捕まえられないんですけど、この、ジャンプの発生が3で、横火の発生が6なんで、これをね、こうやってやると、発生9。9で、まあ、透明の反撃も取れるっていう。なんでも使えます。マジで。まあ、あとはコンボにも使えるかな。はい、空上だから、横 B とか。パーセント高いんで、横 B。この技、これだけには止まらない。この技の強さ。まあ、当然、打った後、左右動けますので。まあ、これですよね。この道連れ。クッパが有利を取った時に、道連れで、連れていくと。下火。まあ、これはね、あんまり使わないけど、まあ、この、角で、一段目角で引き上げてから二段目引っ張ることあるんで、地上で使うとね。ジャスが下の日とかは結構使える。パーセントも高いし、まあ、反撃として優秀なんで、めちゃくちゃ飛ぶわけじゃないんだけど、撃墜もね、できますから。まあ、あんま使わないけど。あとは一応この出だし、ヒップドロップの出だしにメテオがあるんで、これですね。メテオがある。上に、よく見てもらうとわかるんですが、メテオのね、角度、斜めに飛んでるんですね、これ。よく見たらわかるんですけど。なので、この崖の上ぐらい、このぐらいにいる相手に対してヒップドロップを当てた場合、こうなります。これも強い。まあ、ジャンプ上がりとかに引っかかると、まあ、普通に即死。これ崖掴んでくれるんで、こういう使い方もできます。序盤上投げから、まあ、空中 N が一番高いです。空中 N すると3段ヒットして、こんな感じ。いろんなヒットすることもあるかな。40% ぐらい。稼げます。が、これちょっと入力が難しいんで、慣れるまではまあ空前とか、まあ、空上でも、まあ一応いいけど、まあできるなら、空上にしましょうっていう感じですね。後ろ投げ、普通。うん。まあまあ飛ぶが、別に特に強いこともない。まあまあ飛ぶ。全然必要するけど。前投げ、まあまあ飛ぶ。まあ、前投げ界では相当強い方、ちなみに。で、下投げ。まあ、パーセントが高い。コンボにはいけないが、まあ、ダメージが 16.8。めっちゃ高い。ので、強い。まあ、基本序盤はうなぎして、後半は外に投げるか下投げでパーセントを稼ぐといった感じですね。まずこのキャラ、脱出つかみがめっちゃ前に伸びるんで、こんぐらいの距離から脱出つかみが強いです。投げも広いです。振り向きつかみも広いです。こんな感じで。まだこのキャラね、相手の弱攻撃とか弱い攻撃に対してアーマーがついております。まあ、相手のキャラジョーカーなんですけど、ジョーカーだからわかんないんだけど、まあ、百裂攻撃とか、弱百裂攻撃とか、まあ、弱い攻撃を、まあ、体で受け止めるアーマーがついております。一応ね、クッパ側のパーセントが増えていくと、そのアーマーがね、解除されたりするんですけど、マリオのファイアボールとかも耐える。確か。0% なら。50ぐらいで耐えなくなるけど。って感じですかね。